少し時間が早いんですけども、ハンバーガーボーイズのライブを始めたいと思います。でその前に簡単な紹介をしたいと思います。2012年1月に札幌にて結成、メンバーはボーカル、ギター、DJ の3人組です。北海道を中心に活動中で、市町村とのタイアップした楽曲で話題沸騰中、北のタイアンバンドと呼び声が高い。メンバーの山田さんは FM ノースウェーブで、ギターの田村さんは STV ラジオ FM ノースウェーブでパーソナリティとして活躍中です。それでは昨年北海道観光応援大使に任命されたハンバーガーボーイズの皆さん、よろしくお願いします。どうも皆さん、ハンバーガーボーイズです。ハンバーガーボーイズです。こんにちは。こんにちは。暑いね。美味しいお肉も食べてますか。いいね、これ本当にいいわ。素晴らしいですよ。我々もですね、今日はね、気合い入れるためにリポビタンでもらったんでね、これ飲んでファイト一発合わせてライブを始めていきたいと思います。リポビタンでいいからお金もらったのこれ。もういや、もらってないです。宣伝しろ。そうか、いいですか。いいね。 JA 空知南農業祭、僕らがリポビタンでこうグイグイと飲んだ後、ファイトって言いますんで、そしたら会場皆さん大きな声で一発って言っていただいて、ライブをスタートしていきたいと思います。いいですか。よし、飲んでからファイト言います。いきますよ。全部飲み切りましょう。いただきます。ファイト一発。ファイト一発で揃えたらライブ始めていきましょうって言って、1曲目が入る流れを今確か話してたって、ファイトって言ったら一発っていう流れでしょ、でその後曲入るって話、ライブ始まりますからって言って、それは聞いてなかった、言ってました。それ今会場の皆さん知ってた人手挙げてください。はい、全員これだけ知ってます。さすが。いやいや本当に言ってました。はい、行きましょうか。じゃあ仕切り直しでいきましょうか。ではハンバーガーボーイズのライブ、皆さんここからスタートしていきます。今日は JA 空知南農業祭お集まりの皆様、炎天下の中ありがとうございます。まずは手拍子をしましょう。それじゃあ今日の青空高く手を挙げて、 I say name my name and I told you say name my name and I told 抱き合うよ絶えず発行、引き寄せ合う二人は納豆。Go!
まで突き破る。君に伝えたいことがある。それは大豆のファイトケミカル。丈夫な骨作り出すためカルシウムだけじゃなくビタミンで納豆です。実際君に届けワンパックだけじゃない中継。叫ぶし、手巻き寿司、もっとあなた好み。 Give you my love, oh, give you my love。 一年中どの月もそばにあるよ。 I say never never not, do you say never never not, do。 さあ皆さん、熱中症対策しっかり水分補給、塩分もとって、あとは納豆も一緒に混ぜていきましょう。皆さん、納豆は大好きですよ。I say never never not to you say never never not to。 抱き合うようにライブ発表、引き寄せ合う二人は納豆。 Never never not to you say never never not to。 ノリといろいろ混ぜる納豆、気に食うため混ぜる納豆。 Come on! 混ぜ混ぜ混ぜ、hey! 混ぜ混ぜ混ぜ、oh! いいよ、一緒に混ぜて、ホスト会と一緒に混ぜよう。混ぜ混ぜ混ぜ、hey!一気に混ぜていきましょう。混ぜ混ぜ混ぜ、hey! 混ぜ混ぜ混ぜ、oh! 抱き合うように大豆発動、引き寄せ合う二人は納豆。混ぜ混ぜ混ぜ、hey! 混ぜ混ぜ混ぜ、ノリと色々混ぜる納豆、君と会うため混ぜる納豆。 Thank you! ありがとう。 うわ、改めまして皆さんこんにちは、ハンバーガーボイスです。いやー、いい天気ですね。すごく気持ちがいいね。はい、うん、今回ですね、 JA ソラチェ南農業祭ということで、ここ栗山町で開催のこのイベント、初めて、ハンバーガーボーイズ出させてもらいまして、はい、こういうね、やっぱりこう天気のいい日に外でお肉を焼いて食べたり、そしてこのソラチェのね、南エリアの、うん、この美味しいものとか、さっき僕焼きそばも食べたんですけども、はい、本当に美味しい焼きそばでした。あれ美味しかったな、マジで美味しかったね。いや、マジで美味しい焼きそばでした。あそこ、そこです、そこで食べた350円の焼きそばが本当にピカイチにうまかったですね。僕ら各地で焼きそば食ってますけど、あそこ本当に1位だと思います。今のところそのお祭り会場の焼きそば1位がもうそこの焼きそばです。本当に美味しいです。ザ・ザ・お祭りの焼きそば、ザ・ザ・そうですね。今日は朝から結構来られている方もいらっしゃいますからね、いろいろとね、お祭りをこう長く楽しんでいる方もいると思いますけども、はい、まあ、せっかく、JA ソラチェ南というね、タイトルもついてますから、我々ちょうどね、南ソラチェのエリアを歌ってる曲も何曲かありますので、これそういった曲も届けていこうかなと思います。まずはハンバーガーボーイズ、我々バンドがですね、市町村の歌を作ってる活動も一部しておりまして、その中で一番最初に作った町の歌からちょっといきましょうか。聴いてください、長沼。ただただ長沼を連呼してみんなで歌える。さすがに長沼、長沼、長沼ってさ、わおわ、長沼、長沼、長沼ってさ、わおわ、長沼、長沼、長沼ってさ、わおわ、長沼、長沼ってさ、わおわ、長沼行くならば追いのおか、小さパーサ、小さパーサ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 。夢も結構進めと南部進行旅行だけど、治安の悪さに日本列島に変え、ここは北国北海道、ほんとでっかいのマスト北海道、深く息吐けば白く大地は広く、お隣は遠く、さらに山奥、お酒がないでもないのでタレと浮きは食べても美味しいです。ハイドハイド織り交ぜてファイファイトし続けたライフリーワイ、無計画も鉄砲レッドセイ、親生まれも育ちも破格せい、どう言ってる、もう知ってる、雪の寒さが心にダブルOK。 長沼行くならば俺のおか、ジーサバーサ、ジーサバーサ、長沼行くならば俺のおか、ジーサバーサ、ジーサバーサ、長沼行くならば俺のおか、ジーサバーサ。
ばあさん、ちいさばあさん、長沼行くならもういのもか、ちいさばあさん、またちいさばあさん、come on、長沼、長沼、長沼ってさ、わおわ、長沼、長沼、長沼ってさ、わおわ、それでもって南空知の歌、ほとんどの南空知の地域が入っている歌をお届けしましょう。 Everybody clap and go go go。 さあ今日あなたの出身の街の名前も出てくるかもしれません。ノリノリワルノリノリ最たるこれからやるぞ。 Everybody say ジョイノリノリワルノリノリ最たるこれからやるぞ。 Everybody say ジョイノリノリワルノリノリ最たるこれからやるぞ。 Everybody say ジョイノリノリワルノリノリ最たるこれからやるぞ。 It doesn't fall on time so largeユニコーン、ユニガーデン、ユニチョウ、栗山町、日本一きびだんご、明治創業、小林酒造、ジンギスカン、造土ブログ、長沼、ビバイ、焼き鳥、アルテピア、境楽公園、丸山公園、まんまるハートの月形、あっちこっちの街をロングライド、ゴール地点までドッグライド、景色にあっぱれ、グルメあっぱれ、走りにあっぱれ、けっぱれ、ちょいノリノリ、ワルノリノリ、最多でこれからやるぞ。Everybody say ちょいノリノリ、ワルノリノリ、最多でこれからやるぞ。Everybody say ちょいノリノリ、ワルノリノリ、最多でこれからやるぞ。Everybody say ちょいノリノリ、ワルノリノリ、最多でこれからやるぞ。よし行くぞバージョン。今みんなが乗ったオングリーンランド、三笠のワイナリー、アンモナイト、夕張メロン、屋台村、紅葉見に行こう、もみんな、キャベツ、キャベツ、南ポロ町、ユニコーン、ユニガーデン、ユニチョウ、栗山町、日本一きびだんご、明治創業、小林酒造、ジンギスカン、郷土ブロック、長沼、リヴァイ、焼き鳥、アルテピア、境楽公園、丸山公園、まんまるハート、月形、あっちこっちの街をロングライド、ゴール地点までロングライド、景色にあっぱれ、グルメあっぱれ、走りにあっぱれ、けっぱれ、みんなで楽しもう、みんなで一緒に乗っていこう。ジョイノリノリワルノリノリ最たるこれからやるぞ。 Everybody say ジョイノリノリワルノリノリ最たるこれからやるぞ。 Everybody say ジョイノリノリワルノリノリ最たるこれからやるぞ。 Everybody say ジョイノリノリワルノリノリ最たるこれからやるぞ。この曲はグルメフォンド、北海道グルメフォンドのテーマということで、岩見沢で毎年行われているチャリンコで、南空地をぐるぐる回っていろんな町の美味しいものを食べたりするイベントがあるんですけども、うん、2年連続で呼ばれてたんですけども、そうそうそう、やっぱり3年目になると飽きられるんでしょうかね。今年は呼ばれませんでした。呼ばれなかったね、はい、去年あれだよ、多分そのステージ上でさ、ライブ中に物販やったからじゃない。そうなんですかね、うん、やっていいって言われたからステージ上でやったんですけどね。まあただその名残があるのか、今年呼ばれてはいないんですけど、うん、僕らの CD だけはあのイベントで売られているという状態が、ね、そうそうそうあるという、逆はあるけどね、物販はできないけどライブだけお願いしますみたいなのあるけどさ、ライブはやらなくていいから物販だけやってくれてるのが初めてだね。初めてですけどね、うん、まあでもそれきっかけですね、南空知の町の名前がこう出てる歌を作りまして、はい、うん、今ね歌ってる中で、あ、私の町だっていう風にね、うん、感じていただけたかなと思うんですけど、ね、特に、ね、栗山町の歌詞も入っておりますし、あとね暑いからさ、うん、あのタオルをね、はい、こう頭にこうかけてさ、はい、あの
れした方がいいんだよ。あ、やっぱりね、そうだね、日陰作った方がいいと思うよ、はい、タオルお持ちでない方いらっしゃいませんか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？タオルないという方ですね、たまたま今日僕らタオル、うん、あのグッズで持ってきてありますんで、たまたまね、もしよければですね、はい、緑色のアーミーカラーでありまして、そう、たまたまね、新しく色作ったんですよ、はい、向こうの駅前の通りにね、あのセレクトショップあったじゃないですか、あった、大きな、あった、あそこでもアーミーのね、ジャケットが2万9000円で売ってたんですけど、今日はあまりにも暑いから2万円でいいよって言われました、うん、暑いから2万円でいいよって言われましたね、暑いからこれ2万円でいいよって買いかけたんですけど、買おうかな、あれかっこよかったよ、かっこいいんですよね、ローリングストーンズのあれが描かれて、これそれ2万円に比べてこれ、1500円です、2000円です、ごめんなさい、2000円です、はい、10分の1、10分の1です、10分の1となっていますので、ぜひね、あのタオル、出来たてのタオルでありますので、前回、先週の留萌のお祭りから新しいタオルね、これ発売しました、うん、緑色のタオル、はい、よければあの日よけの代わりにタオルなんていうのを持ってきております、はい、そしてですね、我々ハンバーガーボーイズ、非常に私事ではありますが、実はですね、スーツが新しくなりました。あ、すいません、そうなんですね、そうだそうだ、今日からね、なったね、お乳のスーツで最初のステージがここであります。栗山町 J サーチ南農業祭で新しいスーツを皆様に見せることができて嬉しい次第です。それぞれもね、初めて見たもんね、そのちゃんと揃ってるやつ、そうなんです、メンバーがこの服を着てる状態では初めて会うんで、なんでかちょっと不思議な感覚ですね。そう、中さ、それぞれさ、ね、スーツは作ったけど中はそれぞれ買うじゃん、そう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 、みんなの趣味なんだよね、だから、そうですね、ジロちゃんはやっぱ唇柄が好きな、ヒョウ柄というか、ヒョウ柄かというかね、うん、はい、まあ、ちょっとしか見えないからさ、僕の場合ね、そうですよね、さ、はい、だからちょっとでも派手な方がいいかなと思って、靴もちょっと派手にしました、ちょっとおしゃれね、こいてるんですよ最近は最近ね、はい、ありがとうございます、嬉しいね、で気持ちいいよ、だから今まで僕らが着てたスーツはですね、3人とももう股も破けて、そうそうそう、穴も開いちゃってですね、袖なんかこう手上げたら肘ぐらいまで袖が行くぐらいの短さになってたんですけども、いや全くお乳は大丈夫ですね、あ、本当だね、手を上げても、本当だ、これも快適ですよ、いいじゃない、スーツってね、縮むんだもんね、そうなんですよ、ね、そう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 、初めて知ったよね、はい、汗かくとびっくりしましたよ、まあ、ただ一番の強敵がですね、我々がなぜスーツを破いてしまったのかっていうのはですね、はい、この曲にあるわけなんですよ、お、皆さんもこれ一緒に踊れる曲なんですけど、決して大きく足を開かないで踊れるダンスなので、一緒に手の動きだけでできるダンスなので覚えていただきたいと思います。マジで破かないでね、初日で破かないようにします手の動きだけでやりますからね、お願いします。さあ、北海道のソウルフードといえば皆さん何を思い浮かべますか？そう、ザンギダンス踊っていきましょう、いいですか、ザンギを作っていきます、右手で1ザンギ、左手で1ザンギ、一緒にやってみよう、ザンギザンギ、これを2回引き込んでください、もう1回ザンギザンギ、2回引き込む、繰り返していきましょう、ザンギザンギ、もう一度、ザンギザンギ、もう一度、ザンギザンギ、もう一度、ザンギザンギ、手を上げて、ザンギクロウ、ザンギクロウ、ザンギクロウ、いつでもノリは BBQ でもザンギに恋して I want you そう誰もが言う愛してるザンギがないなら No Life You 塩味ザンギ醤油味ザンギそれぞれの家でオリジナルザンギ生姜入れてる卵入れてるニンニクたくさんこれ Good Taste グルメって響きいいけど単なるそれ食いしん坊これあったら米さんバイク倍返しの米のバイクまずは空高く残業を上げて残業クロール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 残業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 
破かないように、うん、手だけの動きでね、これから統一していきます。安心しました。普段はですね、うん、こうやって足を開いてグーッと下げるダンスなんですけど、もうこれは廃止となりましたので、ね、手だけでやるようにします。あれでしっかり破けたもんね。そうなんです、うん、3人ともズボンが破けるんですよ。ですからやっぱり無理なことはしないとこうということを決めたんです。まあ、あの付き合いたての頃のカップルってよくありますよね。高校生ぐらいでもうお互いを溺愛している時には毎日のように会っているんですけども、うん、実はそこに無理が生じていたっていうのは愛ゆえに愛が盲目と言いますから、うん、やっぱ2人の中でしっかりとね、うん、いつも会わなくてもいいじゃないかと、ちゃんとこう無理なことは無理というか、うん、はっきりと気持ちを伝えるべきだと思いましたので、はい、今回はお手洗い行きたい方は今のうちにどうぞまだ長くなりそうですから今回はしっかりとね、うん、いや自分の生活のリズムもあるし、はい、一生懸命ね彼女のためにバイトしてギリギリのお金でプレゼント買うのも一つの愛だと思いますけども、ねはい、まあ生活に無理してますねもういいじゃないですか、もういいそろそろね、何が言いたいかというと無理して残機のダンスをしてです、ねはい、3人とも破けたのでそうそうそう初期に戻すと、一番最初はこの動きだったのでいつの間にかどん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 お互い要求してて、こんなひどくなってましたからね、うん、それは破けます。いやもうさ、はい、誰も要求してないのにあなた勝手にそれやりだしたのあなたが一人でやって一人でお尻破いたんだよ。だからやっぱりその、うん、結局は自分の、うん、自分があなたを愛してるっていうことを、うん、その正当化して、今のうちにどうぞね、正当化していたのかなっていうことを気づいてほしい一曲、残機という曲でありますけども、残機はもうおかわりはよろしいですか。どうでしょうか。あ、じゃあ家帰って作ってください。いやちょっとあなた今提供しましょうよ。じゃあやっぱりこちらからも残機提供したいと思います。もう少しおかわりコールください。えい、おかわりコール、カモン、おかわり、もう一丁、おかわり、もう一丁、大丈夫？ちょっと怖いよ。大丈夫？大丈夫。ね。いやいや、ちょっと破けちゃう、破けちゃう。ね。明日もあるんだから。そう、明日もあるんです。そうですよ。明日は北広島の方でライブがあるんですけども。はい。いやー危なかった。あとね、はい、僕山さん気がつきましたよ。何ですか？我々もそうだし、見てくださってるお客様もそうだしね。はい。この灼熱の炎天下の中。同じ時間を共有しようと頑張ってるわけじゃないですか。そうですね。一人だけ涼しいところでライブやってるやつがいるんですよ。涼しいところでライブやってる誰ですか。右を見てください。めちゃめちゃ日陰じゃんいいなあ。ね、全然暑くないと思ってた。あ、そう、めちゃくちゃ暑いですよ。あ、そうなんだ。いや、ひでみさん、あなたには前に出る権利があります。あ、権利がある。どうですか、その権利。ありがとうございます。使いますか。いや、まあ、でもそして使うんであれば我々手伝って前出しますよ。これごと。そうですよ。いやいや、ひでみさんが前に出て、うんうん、あることをする曲があるじゃないですか。なるほど、あの曲を届けましょう。皆さんもきっと喉が渇いてきてるかと思いますので、うちの金田ひでみ、 DJ 金田ひでみが一番ステージの前に出てパフォーマンスをしてくれる楽曲をお届けしましょう。市町村のソングのうちの一つであります京極町の歌です。聴いてください。おいしい水。OK、 皆さん、この曲は途中で水というフレーズが何回も出てきます。その水というフレーズごとにひでみさんはお水を飲みます。ぜひ皆さんも一緒にお水なりビールなり飲んでいきましょう。おいしい水、ワイ You got the best dance on your dance on your left and your soul ハチさんが to right 思わず声出た無駄夢中でペダルをこいて気づけば3時間そこは中山両手残のパンラマン感傷的な自分が小さく燃えた愛さんに会ってなけりゃ出会えもしなかった。とりあえず喉乾いた Don't worry もっと先にたくさんの名水や吹き出す街がある。水水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 
おります。どうぞ、シャッターチャンスです、真ん中の皆さんにはこちらの方にお水を、こちらがお水という感じです。水です。いいですね。はい、いただきました。ではあちら行きましょうか、水という形になっております。はい、まあ、ラストもう一回センターに行きましょう。はい、水です。ありがとうございました。やっぱりお水を、ね、飲むことに集中しますと、はい、うん、やることを一つ忘れてしまうのは仕方がないですね。あのガッツポーズしてましたよ、はい、終わった後ラオーか、そんぐらいかなってぐらい。そうですね、すごかったね、はい、今日編み出したノーハンド、あれかっこよかった。 あれびっくりした。次の曲でもやろうよ。え、もうないんだよ。ノーハンド、なんていうの、ノーハンドジョブドリンク、ノーハンドドリンキング、うん、いや、かっこよかったよ、はい、ノーハンドドリンキング。あ、面白い。あれできるわね、あれいいわ。ただちょっと死ぬかもしれないちょっと死ぬかも、ね、ちょっと死ぬかも。危ないね、はい、あの水分補給は大事ですけど、うん、今みたいなの短い時間で短時間で水を飲みすぎると大変なことになりますから、うんうん、まあ、あのこれは小さなお友達も大人の皆様も、お水は適度な量で、ね、はい、僕は訓練してできる。そうなんです、はい、もうかれこれ、はい、1年2年そうですねやってきましたから、はい、もうずっとあの幼少期からずっとそう温めていた技を今披露してるだけですからね、はい、そうですそうです。あの小さい子とかは本当に真似しないでくださいね。気をつけていただきたいと思います、はい、さてね、我々のハンバーガーボーイズのライブをねこう初めて見るっていう方はどれぐらいいらっしゃいますか。どれぐらいいますか。あ、そうですか。ありがとうございます。どうも初めまして、ハンバーガーボーイズです。初めまして。最近だとあの本当に、うん、運も良くと言いますか、いろんな人に支えられた上で、うん、はい、FM 農政部というラジオ局で毎週土曜日6時から、今日土曜日ですね、はい、6時からハンバーガーボーイズのおばんです、ハンバーガーボーイズというラジオ番組を担当させてもらってまして、うん、他にも不定期で、テレビの方では街の歌を作る、はい、活動を我々活動の一部としておりまして、はい、いろんな街の歌を作っているというのが UHB さんの方でしたね。うん、街の歌作っていいですかという番組不定期に、4ヶ月に1回、放送のスペースでやってるんですけど、まあ、スペースでやってるんですけどスペーススペースだと、うん、広さになるけどね、はい、そんな、活動してました。はい、僕タオル買ってくれてありがとう。あ、タオル買ってくれた、ありがとう。あ、そうですか。
ありがとう。イエーイ。ありがとう。ワニマみたいな T シャツ着て。そうね。ありがたい。うん。まあね、そんな僕らの活動もね、本当にいろんな地域に行って歌を歌えるのが、やっぱ僕ら一番ライブやるのが好きなんでね。こういう風にお祭りに呼んでもらえるのはすごく楽しいんですけども、はい、いろんなところで、ね、やっぱり街の歌を歌っていこうというのも僕ら実はですね、昨年北海道の方からですね、北海道観光応援隊というものに任命されまして、なのでいろんな地域で、まあ、北海道の街の曲を歌っていることが、まあ、評価されたのか、北海道のことを盛り上げるバンドとして、道庁の方から指名されまして、今いろんなところでいろんな町の歌を歌っておりまして、はい、まあ、先ほども、南空知の町の歌が入っているグルメフォンドという曲を届けたんですけども、まあ、この時間なんか2曲か何曲か、そういった町の歌、最近の新曲でありますので届けていこうかなと思うんですけども、今日はですね、リクエストがあって、やっぱりこう農業的な歌も聞きたいということで、場所は道東の町なんですけども、テーマがお芋がテーマになっている曲がありますので、お芋がテーマになっている曲と、そして一番ハンバーガーボーイズで今新しい新曲であります、海沿いのオロロンラインの海沿いのね、曲2曲続けてメドレーでお届けしようかなと思いますので、聴いてください。お芋るもい。さあ今日はですね、見てください、芋玉ねぎ詰め放題やってます。500円で芋詰め放題、そんなじゃがいもの歌をお届けしましょう。お芋 That's the way。 お芋 That's the way。 So That's the way。 駆け抜けてゆくこの街に響き渡る人と小麦じゃがいも収穫の音、育ってね育ってね、小麦粉になる海も山も南の踊り出すこの街の花が咲く。ソウルフード、それでんぷん難度であるでしょう。それにでんぷんベースのせんべいの旨味ギュッと詰まったおがんじゃ、ゾイゾープスコチキャンプゾー、渡り鳥が嫌いするよ、誰もが笑っちゃえ。別地球のフリーライトで上がってみたのを目当たんだけ、うなべすだけ人知れどこまで、オホーツク海も見渡せ。陸上もの給料が走る街、その間を塗っていく道路、おじいちゃんもおばあちゃんもわっしょい頑張るね。掘り返せもっとでかいのもっとうまいよもっとじゃがいも、繰り返せもっとみんなで歌おう、それが手を挙げて振っていこう。 Everybody! お芋 That's the way。 So That's the way。 駆け抜けてゆくこの街にギリギリだる人と小麦じゃがいも収穫の音、育ってね育ってね、小麦粉になる海も山も南が踊り出すこの街の花が咲く。秋に巻いた小麦の目覚め、一斉に地面から芽を出し始め、この大地に元気に育て、新緑の兆しとのんびりする牛が歌ってる、この街の祈りと色とりどりどりよ。そこのおじいさん、あごれた兄さん、バーテンダーやってる兄さん、メカニック強いお兄さん、ボクサーなんのおじいさん、もうみんなそれぞれ誇りを持ってる、これどこ清水だってわかってる、その街の僕の方ロマンがあるよ。もっとでかいのもっとうまいよもっとじゃがいも、繰り返せもっとみんなで歌おう。 OK! Raise your hands up! お芋 That's the way。 So That's the way。 駆け抜けてゆくこの街、響き渡る人と小麦じゃがいも収穫の音、育ってね育ってね、小麦粉になる海も山も南が踊り出すこの街の花が咲く。エサギータジャガイモ田村次郎。おしゃぼおしゃぼ、もう一回行きましょう。お芋 That's the way。 So That's the way。 駆け抜けてゆくこの街に響き渡るビートと小麦ジャガイモ収穫の音、育ってね育ってね、小麦粉になる海も山も南が踊り出すこの So That's the way。 駆け抜けてゆくこの街に響き渡るビートと小麦じゃがいも収穫の音、育ってね育ってね。
教えてください。 M ってあれじゃん、浜崎あゆみさんが最近 M って書いてある。あ、松浦さん、みなみちゃん、みなみちゃん、みなみちゃんです。みなみちゃん、そう、ちょうどツイッター、インスタ見てたね、みなみちゃん。うん、みなみちゃんツイッター見てましたね。うん、 M との始まりとか、それは浜崎あゆみ。あ、それじゃない、松浦さん、うん、あれすごかったね。うん、あー、そうか、あのことの題材をしたら我々もM との出会いとか、そうだね、M との別れとか、そういう本出せるんだ。いや、だから今日はみなみちゃんがステージ前に来てくれたんで、うん、最近田村次郎ブログやってるんで、はい、もうタイトルは、うん、M との出会い。ああ、そうしようか、 M との出会い、 M との出会い、怒られないかな。でも M と出会ってんだから、
いやそうだけど、はい、まあ両サイドから送られたら大変だよ。両サイド、うん、だから海町の、いやいや、浜崎あゆみさんと、はい、M さんと怒られないでしょ。俺気づかないよ。大丈夫ですか、はい、M との出会いなんてもういっぱいありますよ。あ、そうですか。だって僕高校の時の彼女の名前ミキちゃんでしたもん。で専門学校卒業した後に付き合ってたのはミレイちゃんでした。あ、うちの奥さんミオだ。お、みんな M と出会ってるし。秀美さんはミリカ。E との出会いです。いやいや、わざわざいいのよ、それは。あ、いいの。うん、まあいろんな出会いあると思いますけどね、うん、今日初めてハンバーガーボーイズに会った方、2回目、3回目、何回も来てる方も、はい、この曲ラストナンバーとしてですね、うん、皆さんと一つになっていきたいと思います。みなみちゃんもちょっと、そうだね、近く寄ってきてよ。みなみちゃん、ドセンター来てもらった方が。いいよ。あなただよ。あ、でもね、前に進むのは難しい。ほっぺあからめちゃったけど、大丈夫だよ。照れなくていいよ。おいで。恥ずかしいのね。大丈夫、大丈夫。かわいいね。ね。うん。電話番号教えて。みやびか。あ、来たね。噂でしょ。 M だね。あ、そう。じゃあ今日はですね、みなみちゃんと一緒に、ラストナンバー踊っていき、みなみちゃん、途中本当苦しくなったら、うん、一回なんか走って逃げても大丈夫。大丈夫だからね。喉乾いたりしたら本当に、うん、そうそうそう、目も当てられないので、うん、しっかり皆さんも水分補給しながら行きたいと思います。いいですか。まずは右手を上げてください。右手を内側に一回、あ、皆さんにとって左手ですね。左手、あ、ごめんなさい、もう一回組み替えていきます。はい、左手を上げてください。ありがとうございます。左手を内側に1回で、外側に1回で、もう一回内側に。その時手をグッと握りしめて、あなたの目の前で止めてください。グッと。この時あなたが取っているポーズはエムとの別れ。浜崎あゆみでしょ。え、これどういうことで。浜崎あゆみさんですよ、それ。なんか別れが来て泣いている。泣いてんの、うん、泣いてるんだ。そうそうそう、輝き出したって泣いてるところです。あ、そうですね、これそういう歌じゃありません。両手をね、こう左手を上げて内側に1回、外側に1回、うん、でもう1回グッと握りしめた時、うん、これね、今日は看板を作って持ってきてくれているファンの方がいらっしゃいますが、はい、そう、このポーズは漁師が泣いているポーズなんです。おお、なんか2つ出てきた。あれ、あれ、何、お名前は何ですか。みなみちゃんバージョンですか、それもしかして。あ、そうですか。みなみちゃんバージョンで看板を作ってくれております、皆様。あ、レースクイーンみたいです、ね、あの方の名前は作ってくれた方の名前、作ってくれた方の名前を大きな声で叫んでもらっていいですか。 M ですか。ミカ、M と、 M ですね。あ、ミカさんということで M との出会いがここでもありました。なんか書いてる、種芋、種芋、なんて書いてるんですか。M との出会いだ。種芋、いくち、種を、芋を、いくちを守ろう、栗山町って書いてるんですか。全然違う。ですね、種芋しか読めない。守ろうじゃないですか。ストップ、シスト、なんだろうね。とマックス松浦と、え、あ、違う、種芋産地を守ろう、あ、そうですね、というふうに書いてるんですか。栗山町ということで、なるほどね。やっぱ栗山町のね、イベントでもありますから、うん、JA そらち南農業祭ということで、うん、じゃあこれ振り付けをね、続けていきますが、手を振っていただいてグッと握りしめて、その後ドスコイ3回やります。ドスコイ3回やって虹を描く、これが振り付けになります。いいですか。振り付け通してやってみましょう。歌詞も一緒につけて、 Everybody 1,2,3,4。 漁師が泣いている、道をストップじゃない、 I'll be party。 漁師が泣いている、道のストップじゃない、アビパリ、漁師が泣いている、道のストップじゃない、アビパリ、漁師が泣いている、道のストップじゃない、アビパリとなります。 OK。 まあでもせっかくね、これストップ道漁という、まあ海に対しての歌なんですけども、今日ね、先ほど M さんも、看板で作った種芋産地を守ろうと、はい、いうことですから、ストップなんて書いてるんですか、それ。シスト、ストップ、シストってなんですか。わかんない。シスト、それ貸してもらってもいいですか。いいですか。あ、じゃあちょっと今取りに行きます。はい。ストップシストに変えましょうよ。シストってなんだろう。ストップシスト。シストって何ですか。インシストみたいなこと。インシスト。こういう看板があるんですね。あ、もともと看板があるんですって。あ、こういう看板あるんですか。わかりました。どういうことでしょう。害虫ですね、これ。
ジャガイモシスト線虫の侵入防止と書いてますので、なるほど、あの最近北海道内、まあ、観光で海外から来てる方もそうなんですけども、はいはい、ジャガイモの畑とか勝手に入っちゃう人がいるんですが、そう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 、あれは非常に農家さんとしても大ダメージがある、はい、あの疫病といいますか、なんていうんですか、うん、そういう害虫や病気とかが入ってきたってジャガイモがダメになってしまうことがありますので、うん、基本的には僕らもあの撮影で入るときは許可を得てるんですけども、はい、人んちの畑です、うん、そして生産者が一生懸命作っているもののね、うん、あの邪魔をしてしまうのでこういう看板があるんですね。ストップシストということで、ジャガイモシスト線虫の侵入防止なんていうのがあります。農家さんもきっといろいろとね頑張ってる中ですから、ちょっとね、あそうだったんだ、畑入った危ないって知らなかった人はね、勝手に畑入らないようにしていきましょう、うん、はい、なので今日はですね、ストップ密漁をストップシストに替え歌をしてラスト終わりたいと思います。いいですか、農家が泣いている、漁師が泣いているを、じゃあ、うん、農家が泣いている、農家が泣いているに変えましょう、うん、歌詞を、ね、漁師が泣いているじゃなくて、うん、農家が泣いている、あー、みつるって歌ってるな、じゃがいも、じゃがいも、じゃがいもシストストップザナイトにしましょうか。そうだね、農家が泣いている、じゃがいもシストストップザナイト、じゃがいもシストストップじゃないとね、じゃがいもシストシストストップじゃない、あ、農家が泣いている、シストストップじゃない、じゃがいもパーティーにします。あー、オッケー、シストストップじゃない、シストストップじゃないとします。で、じゃがいもパーティーいいですか、オッケーオッケーオッケー、農家が泣いている、シストストップじゃない、じゃがいもパーティーにします。じゃがいもパーティー、歌詞書いていきます、オッケー、これで覚えていきましょう。あとは曲の途中で皆さんに声を上げてもらうシーンがあります、はい、ウニ、ナマコ、アビスラ取っちゃいけないというところがありますので、うん、そこを変えると結構大変なので、そこはウニ、ナマコ、アビ取っちゃいけないと言いますから、それに続いて皆さんも、はいはい、ウニ、ナマコ、アビスラ取っちゃいけないと言った後に、じゃがいもだろうと言いましょう今日はじゃがいもだろう、そうそう、そう、ウニ、ナマコ、アビスラ取っちゃいけない、うん、エビバリセイと言います。そしたら皆さんもウニ、ナマコ、アビ、それよりじゃがいもだろバカ野郎と、じゃがいもを食えと、じゃがいもを食え、密漁するぐらいだったらじゃがいも食うんだと、おいしいんだぞってこと、あ、ごめんなさい、ちょっと大変なことになっちゃいました、看板が落ちましたけども、結局なんて言うの、ここは、うん、ウニ、ナマコ、アワビ、それを取っちゃいけないって僕が言います、で、エビバリセイと言ったら皆さんも、うん、ウニ、ナマコ、アワビ、いや、それよりじゃがいもだろバカ野郎、何言ってんだよ、そこまでね、はい、何言ってんだよお前、何言ってんだよ、まで、セットします。バカ野郎、何言ってんだよ。はい、ちょっと練習してみましょう。はい、いいですか？ウニ、ナマコ、アビ、それ取っちゃいけないって言いますから、続いて返してください。それよりか、ジャガイモだろ、何言ってんだよ、バカ野郎と。いきましょう。ウニ、ナマコ、アワビ、それを取っちゃいけない。Everybody say! ウニ、ナマコ、アワビ、それよりジャガイモだろ、何言ってんだよ、バカ野郎なるほど。わかりました。ここはだからもう自由でいいってことね。はい、うん、そうですね。バカ野郎だけ言いましょう、皆様。バカ野郎ってこれダンカン入れてもいいですから。ダンカンバカ野郎。ダンカンバカ野郎でも OK です。最後バカ野郎で締めましょう。OK。余裕がある人はその後こまねちゃってもいいです。いいですか？基本的にはそれよりジャガイモだよ。何言ってんだろう。バカ野郎こまねちゃおうぐらいまで。そうか。ちょっとやってみましょう。ラストです。ウニナマコアワビ、それは取っちゃいけない。Everybody say。ウニナマコアワビ。それよりジャガイモだよ。何言ってんだろう。バカ野郎。まで行きます。だったらダンカンバカ野郎だろ。ダンカンバカ野郎です。でもいや、じゃがいもだろ、じゃがいも食べようっていうメッセージ性で、じゃあこれでラストナンバー締めていきたいと思います。皆様一緒についてきてください。ラストナンバーストップにしろ。さあラストナンバー一緒に行きましょう。まずはこのビートを体に流し込んでいきましょう。そう、手拍子、手を叩くだけであなたの体が楽器になっていく。そう、体にビートを流し込んで最後みんなで一緒に踊っていこう。とびきりのリアクションを返しよう。いこう、カモン、ギター、ジロー、オレヘジロー、ストップシストバージョン、みんなでジャガイモ食べよう。オーライジャガイモ、スラッシュ、みんな見てください。生まれ変わそうだし、私気づきはもう二十歳、20代、気づかずカンスカンスやる仕事、 Six to my dream, my name is 鈴木子、私恋がなきは海、広い海、身を立つ限りは日本海、漁足りますや神様でした、セルシオ、ノルシオ、優しいよ、 Everybody 手を挙げて、 Come on!
トーサが泣いている。シストストップじゃないじゃがいもバーニー。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 農家が泣いている。シストストップじゃないじゃがいもパーティー。スーパー父の名は隆史。そう漁師。船酔いするけど漁師。この町の8割は漁師。そして残った2割は漁師。マジでとだんだんと立つもの見たことか見たことか。マリアナ兄弟そして家族。譲れないものは育てて稼ぐ。ウリナマコアワビそれを取っちゃいけない。 YOウリナマコアワビ。それよりかジャガイモだよ。なんでバカの子だっけ。関係ない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 関係本来が一番いいバーニー。そうこれもねやってくるんですよ。ビートストップじゃない。ありがとうね。ビート田村やってきちゃったって言ってましてね。そうそう。いやあのねあの観光地がインスタ映えするなんて言ってね、ピースピースなんて言ってて、それを撮るもんだから害虫入ってきちゃったって言ってましてね。冗談じゃないよってその害虫片っ端から捕まえてね、自分の体の上に乗せて乳首の上とか回ったりとかしてね、ああ害虫も悪くないななんて。バカ野郎、そうなんじゃないですよ、本当にね。こんなシステムは嫌だ。ギター弾けよ。ギターソロで喋れないでね。ギター田村しろ。終わり。朝が来て眠たい夜が来て眠たい朝鮮ホール早いけよ。ノーカレカゼロシーズンかよ。シャラビーマムスコアガヤオ。シャラビーマムスメア母校で教師をやりつつ教師とやりつつでつここにごはんべいもラストチェックみましょう。ノーカが泣いている。シーストストップザライトエボバウリー。ノーカが泣いている。シーストストップザライトジャガイモ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 バウリー。ありがとうございました。このまますぐに我々は物販ブース、皆さん向かって右側で紫色の服を着ている男の人のところで CD などタオルなど販売いたしますので、ぜひよかったら握手だけでも構いません、ハンバーガーボーイズのところに遊びに来ていただきたいと思います、はい、今日は皆様ライブに来ていただきありがとうございました。この後も J ソラチ南農業祭で楽しんでいってください。お相手はハンバーガーボーイズでした。Thank you。 ハンバーガーボーイズでした。ありがとうございました。物販コーナーにいます。我々みんないます。 CD してあります。皆様お待ちしてます。ありがとうございました。ハンバーガーボーイズの皆さんありがとうございました。どっからだあそこかな。